まあ、初めましてじゃないんで、最初は、こよりが急に朝こよりークで紹介していいですかっていうので連絡したのが、そうだったんですよね。そうだった。うんうんうん。懐かしいね。ね。どうでした？連絡来た時。え、こよちゃんじゃんって。え、そんな感じえ、めっちゃ嬉しかった。嬉しい。どんな感じ、やっぱ、まあ、ホロメンって言われてるぐらい、まあ、ママでもあるし、まあ、ホロライブメンバーすごい近いじゃないですか、今ママ先生にとって。そうかしらね。めっちゃ近いと思うんですけど、なんかデビューした時とか、なんかどんな気持ちで見てるのかなって。後輩みたいなの子が。そんなこと、そんな厚かましくないよ。いや、普通に私、ホロライブ好きだから、普通にファンよ。もう嬉しい、新人の子もめっちゃ楽しみに見てるし、もう今もウキウキこっそり見ていますわ。最近のなんか注目メンバーとかいるんですか？個人的、個人的にはあおくんがとても気になっておりまして、なんかすごい顔好きなの。おお、イケメンですね。顔ね、見てたんだけど、なんか最近様子おかしいよね。あ、そうですね。うん、なんかあっちの方が素というか、ああ、本人らしさではあるんじゃないかなと、これは思うんですけど。なるほどね。今の先生的にはどうなんですか？いやいや、めっちゃおもろいっすね。ああ、おもろい。顔好きみたいな感じではなくなったけど、めっちゃ面白いなって思う。なんかイケメンで、あってほしいのか、それとも、まあ、カエル化したそこがまあいいぞみたいな。やっぱイケメンすぎると、なんか近寄りがたいというかさ、まあまあちょっと美しいものすぎるから、ある程度キャッチーの方が親しみはあるのかもしれない。まあ確かにね、めちゃくちゃ殴りやすいんで、青くん。なるほどね。ウイママ先生ってイケメンときめくタイプですか？周りにいないからな。あ、キャラクターとか少なくとも、あおくんの初登場の時はときめいていた。あ、そうなんだ。少なくとも、初配信とかもかっこいいな。文房具も好きなんだ。へえ。あ、確かに。って文房具好きですもんね。いつから中野栄光になんか思ってたとの違った、思ってたと違ったけど、面白い。嬉しいですよ、絶対。ウイママ先生に注目してもらえてるって。とんでもない。で、しかもね、青くんも絵描くからね、絶対嬉しいと思います。とんでもないよ。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ。